おみたま市街の内おみたま市場号茨城県道360号大和田羽生線は茨城県鉾田市大和田から行方市羽生に至る一般県道である。鉾田市大和田の菅野谷交差点から百里飛行場の西側外周を回り、行方市羽生の国道355号交点まで南北に結ぶ延長約 11km の一般県道である。 茨城空港へのアクセス路線の一つとして期待され、道路拡張等の整備が進められた。前進にあたる茨城県道339号、大和田桃浦停車場線が、鹿島鉄道保護田線の廃線により桃浦駅が廃止されたことにより、2008年4月17日に路線廃止となる。これに代わり、大和田桃浦停車場線の桃浦駅取付道路の、 区間を除いた主要区間にあたる起点、鉾田市大和田の県道茨城鹿島線交点から終点、行方市羽生の国道355号を交点とした区間を新たな県道路線とする茨城県道360号、大和田羽生線が路線認定された。対向に車線に整備された道路で、鉾田市大和田地区の一部で境愛な1.5、車線幅の道路が残存する。 2014年から2017年にかけて、行方市羽生地区を中心に、線形改良及び道路拡幅などの道路、改良工事が行われている。道路の交通量は、比較的少ないが、本路線の周辺に小学校、幼稚園があり、また、茨城県の県南地域から、霞ヶ浦大橋を渡り、茨城空港へ向かうアクセス道路に位置づけられていることから、県では、 交通量の増加が見込まれる路線と予測している。道路法の規定に基づき、鉾田市、大和田尾見玉市与沢間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、 普通貨物自動車が通行できない区間。AB、道路の区域の決定、茨城県法、第2041号、P14。AB、道路の区域の変更、茨城県法、第2880号、ピアニッシモ、2627。ABCD、茨城県道路現況調書平成31年3月31日現在、P20AB。B 県道路線の廃止、茨城県法、第1969号、P8、県道路線の認定。茨城県法、第1969号、P8、道路の共用の開始、茨城県法、第2557号、P8、道路の共用の開始、平成28年12月15日。茨城県国事第1539号、茨城県法、 第2854号 P12AB 保護田工事事務所道路主要事業一般県道大和田波入線茨城県ホームページ茨城県2016年6月4日閲覧道路の専用を制限する区域の指定茨城県法第2980号ピアニッシモ1828ありがとうございます